私ピューロランドにいたはずいないですよ。女の子がなぜか沢山拘束されてる建物に来てます。いやだー。でも実はここの解除法は心優しき視聴者さんに教えてもらった。この間抜きタイミングによってはハマるとな。おいハマれ、ハマるんだよ。そのありません。勘抜きのくせになる。おお。喜び方に癖があります。感染しますのでご注意ください。感染しねえわ。手洗い消毒うがいを忘れなく。だから感染しねえって言ってんだろ。いやーでも勘抜きがハマってくれてるおかげでこうしてゆっくりと鍵で助けることができるな。勘抜き割れてるじゃねえか。早く鍵で止めろ。おお、これで初めてまともに助けることができるな。早く助けろ。うん、なんかムカつくけど助けてやることにするわ。お、やっぱり人助けって自己満かもしれないけど気分がいいな。そうだ、缶抜きの扉が開くようになったから、さっきの扉は閉めて缶抜きの扉から中に入ろう。前回は完全に積んでましたが、これでまた話が進みそうですね。ここから下に入ると、ほらこっちに入る。おい、起きろ。よくこんな状況で爆睡できんな。これ前回この子が持ってたロープなんじゃないですか。そういえばあの時あの子を助けるのと引き換えに誰かピンだな。あ、このピンクの見たことあるぞ。確か電話が置いてあった部屋にもあったな。ということはもしかして電話も設置できたり。ほえー、置けた。は、わかったかもしれない。あ、そうだそうだ。そしてここをピンクにしておこう。これで全部のライトを正しい色にすることができましたね。でも何か変わったか。こういう時はゴゴゴゴって言って地面が揺れて隠し通路とかが出てくる決まりなんですが、揺れもなし、変化もなし。まあまずさっきの爆睡症状を起こしに行こうぜ。起こすってどうやって。あ、電話。はい、もしもし、私だよ。はい、もしもし、私だよ。って言いました。ちょっと下が短いタイプの女の子なのかもしれない。でもでもそれだったらもしもし私だよ。になるはずでは。そこ別に掘り下げなくていいんだよって。これであの子が起きてるはずだから。あれ？なんだかぼーっとした子ですね。これで二人目救出成功だ。ということはあの釜の紐を持ってた女の子も助けられるな。あれ？前回は何万ダブ何万ダブだったような。お前よくその重たい釜を持ち続けた。偉いぞ。下の子がいる間は何万ダブになるのかもな。うわぁ。こんなの寝てる間に起きてきたら相当怖いんですけど。あ？電話機まだ回収できるのか？何かまだ使い道があるのでしょうか？とりあえず置いていくわ。さてと。あとはどうするか。4色のライトもつけたし、あの場所に行ってみるってのはどうだ。そうだな。望みは薄いが行ってみるか。確かこの建物だったな。特に変化はありませんね。確かこのドアの先だった。変化なし。ステンドグラスの部屋のライトもいじったからかヒントも消えてんなって。ちょっと待てよ。こっちの部屋なんてもともと入れたか。ライトをつけたことによってはしごが降りてきたってことでしょうか。お、順調に先に進んでいる。あの窓が少し開いてる部屋は確か風力発電の部屋だな。まだ上に行けそうです。あー、女の子発見。しかも可愛い。今のところ一番タイプ。お前のタイプとか聞いてないんだよ。てか氷に乗せられてるのか。今火つけてやるからな。寒かっただろうに。かわいそうに。奥に鍵で開きそうな扉があるけど。あ、あの氷漬けにされてた鍵。きっとこのストーブで溶かすんですよ。おう、ちょっと取ってくるから待っててくれな。そうそう、これこれ。あ、あれ、氷の数が少なくなった。それさあ、これ氷を取ってあげれば助けられるんじゃないか。あ、もう持ち物がいっぱいだ。その鍵の氷を溶かしたらどうだ。お、溶けてる溶けてる。これで鍵を取得して、鍵を開けちゃえばアイテムを取る余裕もあるぞ。これで緑髪の女の子を助けられますよ。あ、いつまでも。こんな時は寝てしまおう。おい、あ、時間が戻ったわ。お前いつからそんな技使えるようになったのよ。氷が溶けてしまう前に彼女に繋がれてるロープをなんとかしないといけないってことだな。絶妙な長さにセットされて嫌がるんだ。ハサミ、絶対ハサミが必要なんだよ。さっきは扉の奥に行ってなかったですから行ってみましょう。は、ハサミったー。いやでも喜ぶのはまだ早いぞ。だって届かないんですもん。バルブハンドルでロープが切れるだろうか。無理だね。あ、でもそのバルブハンドルお湯は出るかもしれませんね。お、お湯？そうか、ここのお風呂のお湯を入れるためのバルブだったのか。まあお湯を入れてもこの子が助かるわけではない気がしますが。お、出てきた出てきた。湯気でロープが切れるとかないかな。このロープは目でできてるんですかい。いやちょっと待て、に立ちすぎだろ。このまま入ったらやけど不可避ですね。あ、さっきの氷を持ってきて入れるってのはどうだ。残り1個しかなかった。いや絶対いい線は言ってんだよな。まずストーブに火をつけるだろ。そして鍵入りの氷を溶かすだろ。あの壁に刺さったハサミさえ取れれば。ふっふっふ、それは今回私に考えがある。まあキディちゃんとキャッチボールするために取っといたボールだが、今仕方あるまい。この人まだここがピューロランドって信じてるの。当たれ、私の棒当たったー。やりましたね。早くハサミの回収をして女の子を助けましょう。あの氷も欲しいからな。無駄な動きはできないぞ。あ、あれ、この辺に落ちてるかもと思ったんだが。ないですね。なあ、さっき風力発電の窓が開いてたよな。あ、ということはあの隙間からあの部屋に入ったのか。お、あったあった。急いで氷の女の子を助けに戻りましょう。あ、間違っちゃった。お前その無駄な動き一つが彼女たちにとって命取りになるんだぞ。そうだな、慎重に行くわ。慎重かつ急いで行くわ。もう少しだからな。待ってろ。あ、今度はな、無駄な動き一切せずに立ち回るわ。もうハサミの場所もわかってんだ。もうこちらの勝ちは確定だ。よし戻るぜー。待たせたな。おにょーん、にょーん。だって業務かな。よし、これで氷も手に入れたし、この金髪少女も助けられるな。まだ、そう。え？ 40 度ぐらいだろ？
適温だよ適温。40度でこんなゴポゴポするわけないだろ。このままじゃこの少女やけどカピが待ってますよ。でももう氷もないしな。まああの風力発電の窓閉めたらもっと早く挟み手に入れられるんじゃないのか。お前天才かよ。そしたら氷ももっと回収できるかも。次は風力発電の窓を閉めてきたぞ。しかも上書きセーブしちまってたから最初からやり直しになったわ。おーハサミだ。これでだいぶ早く助けられますよ。お氷も2個残ってる。いやーよくできたアトラクションだな。今度こそちゃんと助けてやれるからな。あとは氷を2個回収してお湯の中に入れれば。おー生きてるかー。そろそろ頭に血が昇ってやばいですよ。吊り下げられてから3日くらい経ってるからな。リアルな時間を言うなよ。よしお湯も適温。あとは切るところを慎重に。足か腕か。足から行くと頭がゴンってなりそうじゃないです。じゃあ手から行くぞ。あなんだどこでもよかったんかい。ギルイム。なんてギブイブ。まあとにかくこれで5人救助。あと残り3人となったわけだが。あー完全に積んだわ。おそらくあのゾンビのところだと思うんですがね。あ、これハサミはまりそうじゃん。はまったよ。上にボタンみたいのもありますけど。お、なんか右下が光ったな。5、8、なんか数字にするんだろうか。あーわかんねえ。お前なんでまたゾンビ召喚させてんのよ。あいつの目ピンでるぞ。気でも狂ったんか。いや目もピンでねえ。式も狂ってねえわ。前回このゾンビを動かしたら下に太陽光パネルが出ただろ。その太陽光パネルを設置して電力を供給することにより何かしら何かが起こって、あの少女を助けられるんじゃないのか。何かしらの何か。何かは全然わかんないけど、でもやってみるしかねえだろ。あちょっと買い間違っちゃった。上戻りまーす。また無駄な動きしやがりましたよ。ここに太陽光パネルを設置。ああ。まだだ。まだゾンビがガラスを1段階割っただけだ。あとこの端ってさっきのハサミ設置したところのボタンと関係があるんだろうか。あとここには0っぽい数字もありますよね。でも結局ゾンビ少女を助けるにはこのペンチが絶対必要なんだよな。マリサちょっとその折りまたげないんですか。頭しかないんだぞ。無理に決まってるだろ。ああ頭しかないから無理だよ。ああ参ったな。困ったな。こんなことしてる間にもゾンビは迫ってきてるんだよな。この太陽光の電力もあと少しで満タンになりそうなんですけどね。天気悪いからじゃね。あ本当だ。なんかどんよりしてる。天気の問題とかだったらもう太刀打ちできないぞ。ドラフェモンとかに頼まないといけないレベルになってきますね。ああもうこうなったらな。ワイは戦うで。無駄な努力してんな。皆様の貴重な時間を奪ってしまって申し訳ありません。あいつはガラスを全部割った。次に少女に襲いかかることはもう分かってんだ。だからガラスを全部割った時、その時が勝負の時だ。もちろん拳で戦うんですよね。ハサミだ。ちゃっかりハサミ回収してきてやがる。噛まれて感染しないといいですね。待ってろよゾンビ。お前の頭ハサミでぶち抜いてやるわ。よし、まだガラスは割れてないな。第一段階割れたか。この状態ではハサミは通用しないな。どんな状態でも通用しないと思いますが、もう少しお付き合いください。本人は真面目に真剣にやってます。まだか。おいおいおじけづいてんじゃねえだろうな。ゾンビさんよ。そういうマリサが一番おじけづいてますよ。怖くなんてないんだから。さ、今だ。お前の頭取ったりひー取れない。そりゃそうだよ。これで内臓えぐり出して。ひー全然効いてない。絶対だ。あーまたかよ。そうこれは悪い夢。誰か助けて。